カカミガハラゴンげんから望むカカミガハラアルプス、カカミガハラ市から見るカカミガハラアルプスカカミガハラ、ヶ原アルプスは、岐阜県カカミガハラ市の北部の山並みの通称。カカミガハラ大地の北端に位置し、東西に伸びる、標高350メートル級の丘陵地帯。両線は、カカミガハラ市と関市、岐阜市の境界でもある。関市川からは、関、南アルプスと呼ばれている。 高見ヶ原市と関市の共同で全長1 0トルに及ぶハイキングコースも整備されている。2003年に山林火災でゴンゲン山が燃えた。岐阜市北部から木曽川を挟んで愛知県犬山市にかけておよそ4 0トル弱にわたって連なる山脈で主にミノタイのチャートからなる。これはミノ体の古生代から中生代の深タの岩石のうち 強固なチャートが、風化侵食されず、残ったものである。これは、岐阜市の金華山と同様である。衛星写真で見ると、侵食から残ったチャートが逆区の字に終局している、様子が確認できる。かこみ原アルプスの、高山三原次第大らを岩三原次大からの展望場、末いばす定館道池から、日の出不動、車崎神社 JR 宇沼駅明王山。 三原らし大岩三原らし大、岩坂峠高山三原らし大、霧谷坂ソ原自然公園いぶきの滝、北山展望大高見ヶ原権現さん。ありがとうございます。